絶対王者だ。Sカップへ向けた2012年初戦、アンディ・サワー。これまで三度Sカップ制覇を果たした男はまだまだその空腹を満たしていない。もう今後誰も成し得ないであろう4度目の制覇へ。I will win all my fights and all the tournaments that I will fight. 2012年の大事な初戦、4度目の制覇へ順風満帆なスタートを切れるか。映像を見るたびには強いな思うんですよ。ただそれ以上に強くなればいい。もう本当にシンプルな考えでしかなくて、その思い、そのストレートは絶対王者の感激を狙う。ボクシング、シュートボクシング両方の頂点に立った男、鈴木悟。日本王座計10度防衛を果たした後、蹴りありの競技に転向して以降全く結果を出せなかった。5年間、6年間、本当に真っ暗闇に入ってた。しかしシュートボクシングに主戦場を移すと、その潜在能力が爆発。日本最高峰のボクシングテクニックに柔道仕込みの投げを加え、日本スーパーウェルター級王座を獲得。さらに破壊